さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、これマックです。マック、マック、みんな大好きマック。じゃあ開けてみましょう。じゃじゃーん。まずポテト、チーズバーガーですね。チーズてりたまね。てりたまの季節ですからね。あとこれね、大好きなてりやき、てりやきマックバーガーですね。これを食べていきたいと思います。飲み物はね、アクエリアス、ね、それではいただきます。まずはポテトですね。最初ポテトやっぱり食べちゃいますね。この味、最高。ポテトはね、あったかいうちに食べるのがね、美味しいですよね。うん、ま、手が止まんない。皆さんはしなしなポテト派ですか、カリカリポテト派ですか。私はね、しなしなの方が好きかな。でもマックのポテトってしなしなもカリカリも入ってますよね。それが最高。大好きこれ。なんか一時期ポテト不足になって S しか販売しなくなった時ありましたね。
あれ大騒ぎしてますね。まあこれだけうまいとね、いっぱい食べたいっていうのはありませんね。でも S2 個買えばいいんじゃないですかね。そういう問題じゃないのかな。マックはね、贅沢品なんでね、あんまり年に1、2回かな、多分そのぐらいしか食べてないですね。やっぱ久々のね、ポテト美味しいですね。完食。最高。続きまして、チーズてりたま。もうチーズてりたまなんてもう何年ぶりってぐらいかな。うわ、最高ですね、これ。はい、見てください、これ。ボリューミーだね。いただきます。うまっ。最高。このね、パティがね、美味しいですね、肉の部分ね。照り焼きのタレもうまいから、これがね、卵に合うんですよね、卵とチーズとね。最高。もうガッツキ食いです。これでもうチーズバーガーね。チーズバーガーは昔から食べてますね。安いんでね。
あとチキンクリスプもね安いですよね。学生の頃よく食べてましたね。チキンクリスプとチーズバーガーね、おなじみのこんな感じ。昔あのハンバーガーとかチーズバーガーに入ってるピクルスでしたっけ、ピクルス、緑色のね、これ抜きでってよくやってましたね、うん、でもね大人になってからね美味しいと思えるようになりました。なんか味のアクセントがねついて、うん、このケチャップとのね相性がいいですよね。これね、照り焼きマックバーガー、これうまいっすよね。これもね、昔から食べてますね。でも高いからね、あのちょっとね給料が良かった時とか食べてましたね。うん、この照り焼きのねソースやっぱ最高ですね。あとマヨネーズとねレタスがねいいですね。うん、あうまっ。このソースがねまたあの食欲をそそるんですよね。なんか久々に食べたから懐かしいなと。
ぱになってきたな。うん。でもね、美味しいからね食べれちゃうんですよね。最後の一口です。うん、あーご、うん、マックはいいよな、うん、うん、うん、いやー、美味しかった。ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。皆さんもたまにはマックもいいですよ。それじゃあまたねー。